姫は王子の手を引いて洞窟を進みます。いつも王子に危険が少ない道を歩くように注意している姫ですが、この時は運悪く王子の足元の地面が崩れてしまいました。王子、姫は王子の手を握っていた手に力を込めます。でもか弱い姫の力では王子を引き上げることはできません。狼の姿に戻れば簡単に王子を引き上げることができるでしょう。でもそんなことをしたら王子の握る姫の手がみるみる狼の手に変わったとしたら、王子に嘘がバレてしまいます。姫は震える手で必死に王子を引き上げようとします。でもそれも長く続きません。姫は力尽き王子の手を離してしまいました。どさあと姫は慌てて王子が落ちた先を覗き込みます。そこには少しくぼんだ穴の中で倒れる王子の姿。姫の頭は真っ白、息も止まりそうです。ですが王子はすぐに体を起こし、大丈夫というふうに手を振りました。幸い崩れた地面は低く大きな怪我はしてはいないようです。姫はほっと胸をひとなで。だけど姫は自分の手を見つめます。そこには王子を引き上げることもできなかった非力で小さな手。姫はこれから先もちゃんと王子を守っていけるのか不安を感じ始めるのでした。Thank you.
暗い洞窟を慎重にゆっくり進んでいると、穴ぼこだらけの不思議な場所にたどり着きました。穴は岩場の至るところにあり、暗闇の中でぽっかりと口を開けています。真っ暗で不気味な穴から何か危険なものが飛び出してくるかもしれない。姫は王子を守るように穴の前に立ち、穴の中をじーっと見つめました。すると、わっ、穴という穴から黒くて小さな生き物がわらわらと這い出てくるではありませんか。気がつけば姫と王子は無数の黒い生き物にすっかり取り囲まれてしまいました。ただならぬ姫の様子に、王子は姫の手を強く握り、体をこわばらせました。王子、動かないでね。姫は王子に声をかけながら、突然現れた黒い生き物たちの動きを警戒します。でも彼らは花のようなところをピクピクと震わせるだけ。何もしてこない。害はないのかな。姫が警戒を緩めようとしたその一瞬、王子のそばにいた黒い生き物一匹がぐわっと口を大きく広げます。食べちゃダメ。すんでのところで気づいた姫は黒い生き物に向かって飛びかかり、その生き物を突き飛ばしました。頭にタンコブができてしまった黒い生き物はピスピスと鼻を鳴らして悲しそうにつぶやきました。鼻、いい匂い、おいしそう。どうやらこの生き物は王子ではなく、王子の持つ鼻を食べようとしたみたいでした。王子は声を頼りに黒い生き物の方へ近づこうとします。あ、王子、危ないから私が話を聞くよ。黒い生き物が化け物だと隠したい姫は、黒い生き物の中の一匹と小声で話を始めます。自分たちはモグラだと主張するこの生き物は、目はあまり見えない代わりに鼻が利き、いい匂いのする花が大好物だと言います。洞窟に花は咲きませんが、時々風に乗って外から花びらが舞い込むようです。それがモグラたちにとって最高のごちそうなのですが、めったにないことなので、いつも激しい奪い合いになります。それによって死ぬモグラが出ることも珍しくないとか。姫は彼らの正体がモグラだということは隠して王子にその話を伝えました。そうなんだ、分けてあげたいけど、これは大事なもらい物だからあげられないんだ。
ごめんね。王子の言葉にモグラたちはピーと鼻を鳴らしました。その悲しそうな音を聞いた王子は姫に提案します。この人たちのためにお花を摘んできてあげられないかな。姫も王子にあげたプレゼントモグラたちに食べられたくありません。うん、わかったわ。花を探しに行きましょう。二人の言葉にモグラたちは大喜び。風に乗って舞い込む花びらを道しるべに、二人は花畑を探しに出かけます。
たどり着いた花畑を前に、姫は思わず息を呑みました。見たこともないような色鮮やかな花が一面に咲き乱れ、夕日に照らされて静かに揺れていました。これまで見た花畑の中でも特別綺麗で、姫はその光景に見とれました。いい香りだね、姫。うん、とっても。こんなに素敵なお花畑見たことないわ。本当に僕も見てみたかったな。姫は少しの間目を閉じ、胸いっぱい花の香りを楽しみました。そして王子にもこの景色を見せてあげたいと思いました。じゃあ、あの人たちのためにたくさんお花を摘んでいこっか。二人は両手いっぱいに花を摘み、モグラたちの巣に戻るのでした。二人は両手いっぱいに花を抱えてモグラの巣に戻ってきました。モグラたちはたくさんの花に大喜びです。今か今かと待ちわびたモグラたちは飛び跳ねたり駆け回ったりして二人を迎えました。今順番に配るからね。姫はモグラたち一匹一匹に花を配ります。ですが、あまりのいい匂いに我慢できなくなった一匹のモグラが、パクリ。姫の持っていた花にかぶりつきました。驚く姫をよそに、モグラはうっとりしながら美味しそうにもごもごと口を動かします。おいしい花、おいしい。花を受け取ったモグラたちは香りを楽しんだり食べたり、大好きな花を思い思いに楽しんでいる様子。嬉しそうなピスピスという花歌があちこちから聞こえてきます。王子はモグラの一匹とお話をしている様子。足りなくなったら頑張って取りに行ってね、花畑のある場所を教えているようです。ありがとう、ありがとう。お礼したい。ゆっくりしていって。そう言って洞窟で採れる不思議な食べ物を運んできます。姫と王子は喜んでモグラの言葉に甘えることにしました。その夜、二人は花畑にもう一度来ていました。初めに来た時に集めた花は全部モグラにあげてしまったので、王子にもとびきりの花をプレゼントするために、夜はもう深く、時折雲間から差し込む月明かりと王子の持つランタン以外に明かりはありません。その光に照らされ、花畑は静かに幻想的に輝きます。姫はこの花畑で一番だと思った一輪の花を王子に手渡します。そしてそのまま王子の手を握りました。王子の手から伝わる心地よい体温を感じながら、姫は化け物のこととか嘘のこととか不安なことをすべて忘れて、このままずっとこうしていたいと思いました。そう、姫はこの時すっかり油断していたのです。不意に雲間から月明かりが差し込み、二人を照らしました。月明かりが差し込んだのはほんのわずかな時間。
王子の手を握る姫の手が狼の手に戻ってしまったのもほんの一瞬。それでも王子に刻みつけられた恐怖の記憶を呼び起こすには十分な時間でした。王子の手を一瞬包んだぞわりとした感触、それは確かに王子の目を引き裂いた化け物が王子の腕に残したあのおぞましい感触と同じものでした。でもどうして姫の手があの化け物と同じ手に変わったの。王子は信じがたい気持ちでいっぱいですが、確かに自分の手を握る姫の柔らかい手が化け物の手に変わったのです。もしかして姫は化け物なの。王子は姫の手を振りほどき姫から距離を取ろうとします。王子、これは違うの。姫は懸命に言葉で取り繕ろうとします。姫、来ないで。王子はなおも後ずさります。目の見えない王子はその背後に崖があることなど知る由もありませんでした。王子、危ない。崖を踏み外した王子に姫は飛びつき、なんとか王子の腕をつかみます。王子の手からランタンが滑り落ち崖下へ落ちていきます。王子、反対の手も伸ばして、落ちちゃうよ。ですが王子はうつむいたまま、動く様子はありません。姫、嘘ついてたの。何を言ってるの、王子。それよりも待ってて、今引っ張るから。でもか弱い姫の力では王子を引っ張り上げることなどできません。姫は本当は化け物なの。違うわ、きっと気のせいよ。お鼻が触れたのを誤解しちゃったんじゃないかな。狼に戻れば王子を引っ張り上げることは簡単です。そう分かっていても、どうしても王子に本当の姿を知られたくない姫は嘘を重ねることしかできませんでした。王子、お願い、手を伸ばして。姫は必死に王子のもう片方の腕をつかもうとします。王子は何も言わずうつむいたままです。間の悪いことにその時、月を隠していた雲が晴れ上がります。月明かりが崖の上の二人を照らし出します。全身をたっぷりと月光に包まれた姫の変身はすっかり溶けてしまい、言い訳のしようもないほど完全に狼の化け物に戻ってしまいました。あ、これは違うの。二度も自分の手をつかむ姫の手が化け物に変わりました。お、なんで嘘ついてたの。もはや狼には言い訳の言葉も嘘も思いつきません。月、え、嘘つき。手を離せ、この化け物。それは狼にとって王子から一番聞きたくなかった言葉です。その言葉は狼の心を強く殴りつけます。息が苦しくなり、視界が涙で歪みます。しっかり
かり王子の腕を握っていたはずの手は緩み、化け物の手を振りほどこうと暴れる王子は狼の手から離れてしまいます。そして崖下へ落ちていく王子を狼はただ見つめることしかできませんでした。狼は王子が消えていった真っ暗な森を見下ろし立ち尽くします。何も考えることができず、ただ呆然としていました。どれくらいの時間が経ったでしょうか。やがて真っ暗な森の一部にパチパチと赤い光が灯りました。それはみるみる広がり、森は赤く染まっていきます。崖から落ちていったランタンの火が森に燃え移ってしまったのです。木々が焼ける音で狼ははっと我に返りました。王子が危ない、助けに行かないと。炎は次々と周囲の木々を巻き込み勢いを増します。狼はじりじりと体を焼く熱を前に、炎を怖がる本能で足がすくみました。怖い怖い、体は震え涙があふれました。それでも王子がいなくなってしまう方がもっともっと怖い。王子、狼は炎の恐怖と戦いながら燃え盛る森へと飛び込んでいきました。